土屋参与から1866年は、江戸時代後期の漢学者、教育者、旧中川村の三聖人の一人。1815年、伊豆国長郡中村出身、土屋家12世に生まれた。6歳時に父親、8歳時に母親と幼くして、両親と死別したため、母親の実家である、岩科村道部の斎藤弥左衛門に引き取られ、清寛寺に通って、本多正観に経書を学んだ。その後は、船田村木次の丘大鳥和尚に学んでいる。当時の南伊豆は27家村が、遠州掛川藩太田市領であり、甲名村に陣屋が置かれたが、掛川から遠く、飛び地であることで統制が効かず、掛川侍が横暴な支配で農民を苦しめていた。そのことに憤りを感じていた、宗三郎は、農民自身が知徳を磨き身につけることで武士と対抗できる人間に育つと考え、教育を自らの生涯をかけて取り組む仕事と決めたと言われている。学問を志し、1829年15歳の時に江戸に旅立ったものの、1830年に一旦帰郷している。1831年の17歳の時に再び江戸に出て、東条一同の幼稚塾に入門し経史を学び、国語学についても、大沢石畳について、8年の学問の研鑽と、玄武官道場で剣術の鍛錬も務め、見識が上達するとともに、名声も高まったという。諸侯からの顧問に招かれるようになり、評価が高まるにつれ、本来の農民自体が知徳を磨くという理念との間で悩みながらも、1839年、25歳の時に諸侯の招きを辞して郷里に帰り、松崎蓮華の娘美代と結婚。1841年、伊豆中村で竹利塾を開き、竹利勧進と講した。講義を始めた頃、外国船が日本周辺に出没し、宗三郎は世情を把握するため、江戸を往来し、勤王志士とも親交を持った。西洋文明への関心も強く、タウンゼント・ハリスが1856年に下田の玉泉寺に米国領事館を開いた際には、門下生の依田清次郎と共に下田に黒船を見に行っている。この際、水兵たちとの間で筆や墨と日本紙とビール3本と缶詰などを交換している。激動する情勢の中で、今までの竹利塾の教育よりも、子弟の魂の通い合った教育でなければ、混乱の時代に対応した人材を養成できないと判断し、1859年に参与塾と名付けた新しい塾舎で新たに講を参与と名乗り、弟子と神職を共にする教育をはじめ、子弟の育成に力を注いだ。1866年に参与が病で逝去すると、塾は閉じられた。菩提、寺西法寺入り口に参与土屋先生の碑が残っており、題字は、勝海舟、撰文は、旧仙台藩の岡仙人、書は、草壁藤作による作である。土屋参与の生家は、現在参与塾資料館となっている参与は、海塾の信条として、三つ挙げている。塾舎は、孔子の門下十章の四家を使い、特攻、言語、政治、文学の名を付け平野とした入門帳が作成され、筆頭に、依田佑邦平の名が残っている。塾の教育は国史から入り、後に経書により人道を説く順番であり、武士と対等の人物育成のため、品性を投与し、礼儀と質素を重んじるよう、袴を着用させ、食事作法も厳しく指導した。また、姑息と怠惰を戒めるため、修学の心得、日々実行の心得を朝晩吟唱させていた。松崎町 HP。土屋参与。ありがとうございます。